タリン歴史地区はエストニアの首都タリンの旧市街に残る歴史的遺産。1997年ユネスコの世界遺産に登録された。タリンの起源は1219年にデンマーク王バルデマー2世がエストニア人の要塞集落を占領し、そこにトームペアと名付けた城塞を築いたことに始まる。1285年にタリンはハンザ同盟に加わり、 貿易港として発展。1346年には、デンマーク王バルデマー4世が死を、ドイツ騎士団に売却したことから、以後20世紀に至るまで、経済的、文化的に、バルトドイツ人の影響を強く受けることとなる。その後は1561年に、スウェーデン領となり町は、衰退、1710年には、ロシア帝国領になった。このような、 度重なる混乱や火災にもかかわらず、タリンには旧市街を取り囲む城壁と、ドイツ人召喚や豪奢な公共建築、教会建築などの13から18世紀の建造物が非常に良好な状態で残されており、それが世界遺産に登録される要因となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。